see right after the beep.毎日お届けしております、せいわたずれわたわたでございます。ということで、今日はですね、言葉遊びを久しぶりにやってみようかなということで、これ久しぶりつか初めてか、やってみたいと思います。なこういうのはですね、子供でも大人でも、いろいろな場面で、登場しますんで、今日はもう A と B の会話説明しなくてもいいかもしれませんね。はい。まず A、こんなこと言いました。ね、See you later, alligator. ね。ここに対して B さん、ね、In a wild crocodile. こんな風に答えましたよと。これもあんま説明しなくていいと思うんですけど次、まあ一応説明しますと A さん See you later, alligator. まあこれはいいですね、See you later っていうのはね、またじゃあその時会いましょう、じゃあその時にっていう意味ですね。 See you later. これの後にアリゲーターってつってます。これももちろんご存知の通りワニの種類ね、アリゲーター。これ何があるかっていうと韻を踏んでんです。韻を踏むことを英語ではライムと言いますけども、ライムね。でこの See you later の ter の部分とアリゲーターの ter の部分を韻を踏んでんですね。ですから See you later, alligator. 韻を踏んでるわけですね。まあ、日本語でもよくありますけども、これに対して B さん、ね、In a wild crocodile. これ同じですね。In a wild. じゃあその時にの、という意味ですね。In a wild. じゃあその時までって感じですね。その後に書いて、In a wild の wild の部分と crocodile の dial の ill の部分ね。この部分が韻を踏んでいる。ね、ですから、See you later, alligator, in a wild crocodile. これは一つの会話っていうか、まあ、決まり文句っていうか、まあ、なんつうのかな。要は、じゃあその時に、じゃあまあ、その時会いましょうねっていう、この、なんていうの、こう、言葉のキャッチボールというか、なんていうんだろう、受け答えというか、なんかそういう時にですね、非常に遊んでる感じで見られる。ね、See you later, alligator, ね、in a wild crocodile. ね、こういうのあるんですね。まあ、こういう韻を踏むというのはですね、よくあります。まあ、もう本当にですね、まあ実際例えばね、名前を紹介するときとか、例えば My name is とかいう表現あるじゃないですか。例えば、まああんまり My name is、例えば This is って言い方もしますけども、例えばなんだろうな、例えば This、 私の場合だと This is わたわたとか言ったとするんじゃないですか。だとしたら、This is わたわた、Lime is 何がある何がだろう、 Water とかね、そういうなんか、韻で説明をする、例えばこの場合だと名前だけど、そういうふうに、韻で何かを説明するっていうことが結構あるんですよ、読み方とかを。ね、だからさっき言ったように、まあ、この場合はね、See you later, alligator, in a wild crocodile っていう、まあ、極端な例ですけども、さっき言ったね、This is 何々、ね、Lime is 何々、この表現もちょっと覚えておくといいかもしれません。ではまた明日。